今日はフランスの歌手、ジュリエット・グレコについてお話しさせていただきたいと思います。これはね、終戦直後でございますけどね、パリでデビューした女優で、歌い手なんですけどね、えー、先ほど申しましたよう、ね、に、現在87歳で、今月日本でコンサートを行います。まあ、懐かしいですね。髪が長くてね、そしていつも黒いフィットした衣装を着てましてね、 舞台もそうでしたね。私はまあパリでも見ましたけど、やはり黒のね、長いドレスでと。そして動きがね、無駄が全部ないんですよね。本当に必要な洗練された動きだけ。それは見事でしたね。そしてあまり説明的ではなくて、そうかといって踊りでもない。 ん歌の邪魔にはならない。歌を助ける。そういう動きをする人ですね。ぜひご覧いただきたいと思いますけどもね。代表曲はね、パリの空の下。スルセルデパリソン・ボリューヌ・シャンソン。もう、まあ、古い方はね、懐かしく聴いていただけると思いますけども。私は日曜日が嫌いっていう。これも面白い歌ですね。で、そして彼ハ ジョリモーム。ジョリモームっていうのは綺麗な、うん、女の人って言うんで、娼婦のことをよく言いますけどね。えー、とても面白い風刺の効いた歌ですけど。えー、そうですね、えー。出演映画はね、ジャン・コクトーの作品でオルフェとそしてイングリッド・バーグマンという名女優が出てた、高陽機女、いずれも脇役ですけどもね。で、日はまた昇ると言って、あの、大女優で日本にも来ました、エヴァガードナーの,あの 映画「悲しみはこんにちは」というフランソワズ・サガンの原作の映画にも出ておりましたね。うん、であのこの「枯れ葉」という曲がね彼女はお得意なんですけれどもねでこれはねイブ・モンタンがね総傷しました映画の中のリラのもんだったと思いますね。中で歌ってたんですけどねそれが大ヒットしたんですね。 で、パリではね、あの、同じ曲をね、もう全部違った歌い手さんが歌って、それで平気だったんですよね。日本ではもう当時考えられませんでしたけども。で、そして、なんと日本に終戦直後、入ってきたのは、ジュレット・ガリカの方のレコードが、最初に彼派が入ってきたんですね。なんかね、あの、アンニュイっていうか、気だるいようなね、歌い方でね。 で、私、まあ、スキル好きもありますけど、私は大好きでしたね。で、あの、アシアレエリオさんというシャンソンの評論家がいましてね、その人に、その、厚生年期ホールの楽屋でね、ジェルテ・グレコにあの紹介されたことはございますよ。ええー。まだね、私はね、あの、ボイッシュな格好をしてた時でしたからね、きっと印象残ってないと思いますけれどね。 うん、こ今の状態だったら一辺で覚えられますでしょうけどね。<laughs>